十二レース五号艇の瀬野忠幸選手です。よろしくお願いします。お願いします。こちらは七月初めの G3 に続いて今年このエンジンで六回目の登場ということになりました。今回は二連対率三十五パーセントのエンジンなんですが、前件の感じはいかがでしたか。えー、まあスリット付近の足はあんまりいい感じはしなかったんですけども、そうですね。ちょっと今回も。 あの、喜暦知ってるだけに、はい、あの、厳しいレースになるかなと思ってます。二、はい、連対率は三十五パーセントありますけれども、新プロペラになって一節とちょっとというところなんですが。うんはい、この特訓には、もう、プロペラを叩いていかれたんですか。特訓はそのまま行きました。そのまま行ってみて、はい、はい。では、この選抜日の中には、いいエンジンもありますけれども、ちょっと差は感じたかなと。そうですね。やっぱり、ちょっと部が悪い。感じました。 はい、この真夏の調整というのは非常に難しいかと思いますが今回はどこをまず求めていきますか、うん、まあ、やっぱりまずはいつも通りタンマリをしっかり合わせて、はい、そこからスリット付近の足を求めていきたいと思ってます、はい、しっかりと仕上げて戦い抜いていただきたいと思います一節間にかける意気込みをお願いします、はいえー、まずは準、えー、優勝戦と、はい、進んでいきたいと思ってます頑張ります